肘の故障でヤクルトスワローズを退団したその男は、崖っぷちから競輪選手になると引退した師匠の魂を受け継ぎ、競輪のさらなる高みを目指します。全て自分に返ってくるんで、やりがいはあります、はい、吉岡利政の素晴らしきかな競輪、松谷秀幸は4月14日放送開始です。